さっきのね、振られました、パーンって言って前衛を越えて、まあハーフぐらいまで、赤ぐらいのちょっと後ろぐらいまで飛べばいいという練習ね。で、バックハンドなんだけど、結局そのあの辺まで飛ばすっていう力はどれほどの力かというと、僕らはここからパーンって飛ばせるけど、ここからこうこれぐらいでちょうど飛ぶ。まずバックハンドを握ってもらって、あ、は離していこうか、ラケット離してこう来て、これダメよ、これはダメ、これはダメ。ここからよ、肘の位置は変わらない。あのここ押さえといて、ここ押さえ、いい？ここの肘の動きが一番大事なの。ひっちゃうと、こうぶれちゃうと、ここのスイングスピードは上がらないの。こうなっちゃうから。ただ力は出やすいのは確かなんだけど、その、すごく強く振りたいのか、それともコンパクトに振ってあそこを越したいのかっていうのはまた違う問題だから、コンパクトに振るっていうのはやっぱコンパクトに振ってもスイングスピードを上げなきゃいけないから、やっぱこの視点がこうやってあんまりぶれないようにパーンと打った方がいいわけ、うん、そうそこで、そうそれが、これは来るんじゃない、これは来るんじゃないでしょ、これは来るんじゃない、これを曲げ伸ばし、曲げて伸ばすって、これ曲げ伸ばし、これは曲げ伸ばしで力があまり出ない。でここからここっていう力もあるんだけど、それよりもここ反動がつく。だから今度ここから